先ほどの初級コースはまさにこれから本格的なマッスルトレーニングをやるための基礎体力を作るコースだったわけですが、次は専門的に鍛えようとする中上級コースです。重量を増やす、回数を増やす、インターバルを短くという原則は同じですが、種目の組み方に特徴があります。つまり1週間1サイクルにはこだわらないで5日を1サイクルとすること、胸と後背2頭と3頭は組まない、同一筋肉群を2日続けてトレーニングしないで十分に休ませること、ストラップを使用してコンセントレーションを行うこと、チーティングをうまく活用してより的確に刺激を与えること。さあ、末光氏が進める中上級者用のトレーニングスケジュールをご案内しましょう。1日目は胸と三頭筋の A コース、2日目は後背と二頭筋の B コース、3日目は肩と三頭筋の C コース、4日目は足と二頭筋の D コースです。そして5日目は休みとします。6日目にまた1日目の胸と三頭になりますが、この時はインクライン関係の別タイプ A ダッシュコースとしても良いでしょう。この場合には10日で1サイクルということになりますね。このベンチプレスは初級コースのものとは手の握りと呼吸法が違います。手の握りはこのように親指を反対側に回さないで5本の指を同じ側に持ってきます。滑らないように気をつければこの方が手首に負担がかからないということです。呼吸は大きく吸って一動作を行った後で吐くという方法ですね。重量が増えるとこのような息遣いになります。ダンベルはバーベルではできない部分について補います。ダンベルは逆 V 字型を描いています。ダンベルを下ろした時に胸の脇に深く落ちるようにして大胸筋を十分に伸ばします。上げる時には腕を内転させて大胸筋がより一層縮まるようにします。せっかくダンベルを使っているのですからバーベルでは下ろせない深い位置まで下ろさないと意味がありませんね。呼吸を聞いてください。この場合は重量が軽いので呼吸は初級コースの時と同じですね。下ろしながら吸い、上げながら吐いています。さて今度は1段階上のダンベルベンチプレスです。ベンチの端に台を敷き傾斜をつけます。そしてベンチの角に背中の中央部を当て腰を落とします。容量は先ほどのダンベルベンチプレスと同じですが、今度はダンベルを下ろした際にお尻を下げ、より一層背骨と胸を反らせます。正面から見てみましょう。吸って下ろして上げて吐くと、こういう呼吸ですね。一つ一つを確実に行ってください。背中が身長の方向と肩幅の方向に沿っているのがお分かりですね。
次はラテラルレイズです。腕は横に開き、大胸筋を横に思い切り引っ張る格好になります。肘の開きはダンベルの重さに応じて調節をしてください。今度は傾斜のあるベンチを利用してのラテラルレイズです。ダンベルを下に持ってきた際に腰を落とすことはダンベルベンチプレスの時と同様ですね。大きく息を吸って下げて、上げた後大きく息を吐き、そしてまた大きく吸います。この繰り返しですね。さあ、バッテン君もベンチの角に背中を当ててラテラルレイズですね。さあてと、問題はどこにありますか？肘にありますね。肘が体側側に曲がっています。腕相撲の時に肘にかかる力関係と似ていて、ねじりの力がかかってきますので、肘関節を痛めやすいわけですね。さあ今度はどうでしょうか。肘の曲がりが治りましたね。肘にねじりの力が加わらないためには、肩と肘とダンベルを結んでできる平面が延直になっていればいいわけですね。ちょっと話が力学的になってきましたが、ご覧になればお分かりですね。どういう格好で運動すれば、どの部分にどんな力がかかってくるかということは知っておけば、自分の目的に合ったトレーニングスケジュールを作る上で非常に役に立つと思われますね。A コースの胸の仕上げはディップスです。容量は初級コースと同じですが、ただ中上級者の場合、自分の体重だけでは軽くなっているのではありませんか。ダンベルを腰に下げるなりして抵抗を増すことですね。彼はこのディップスを皆さんへのおすすめ品としています。足を前に高く上げ、重りを持つなりアシスタントに引き下げてもらいます。このディップスによって外側に広がりのあるスケールの大きな外胸を得ることができます。彼はこの運動によって今のような素晴らしい大胸筋を作ったと言っています。次は A ダッシュコースの胸のトレーニングですが、これらは A コースでやった胸のシリーズのそれぞれのインクライン種目になっています。まずはインクラインベンチプレスです。ベンチの角度は彼は60度くらいがいいと言っています。バッテン君も頑張っていますよ。インクラインベンチプレスのつもりですが、肘を内側に持ってきているので、かなり上腕三頭筋を使っていますね。しかし三頭筋の運動と考えるのも中途半端ですね。そしたら握り幅が広すぎるわけですね。ではこれはどうでしょうか。右上に丸のマークが輝いておりますな。これはなかなか格好が決まってます。ダンベルベンチプレスをインクラインにしたわけですが、
大胸筋の上部に効果があります。この場合も両手にストラップを使用してダンベルをしっかりと手になじませます。ストラップを使用する理由は安全のため、また安心のためです。扱うウェイトが重くなってくると握力が足りなくなってきますので、重りを落とさないように気をつけることに神経を使って、肝心のトレーニングしようとする部位へのコンセントレーションがおろそかになるわけですね。ストラップを使えばそんな心配はしないで十分にコンセントレーションを行うことができます。大きく息を吸ってできるだけ下まで深く下ろし、そして押し上げた後に息を吐く方法ですね。それでは今度は横から見てみましょう。ダンベルをクリーンするときに大腿部にまず乗せ、そしてその大腿部の反動をうまく利用して準備姿勢まで持ってきていますね。そしてかなり胸を張って反らしていますね。さて、このようなインクラインダンベルベンチプレスを行っている人はたくさんいます。間違いとは言い切れませんが、より一層効果を上げるためには押し上げる際に手首を内側に内転させ、大胸筋をより一層収縮させることですね。これは先ほどのインクラインベンチプレスの悪い例をダンベルに変えたケースになりますね。肘が内側に入り、筋肉にかかる刺激が三頭筋、三角筋、大胸筋などに分散されてしまいますので、効果は半減です。またダンベルの内転もありませんね。そうですね。これが正しい方法ですね。両腕を横に張ってダンベルを逆部位になるように押し上げ、上で手首を内転させます。呼吸もよろしいようですね。次はインクラインラテラルレイズです。ここでもストラップを使用して大胸筋への刺激を確実にします。これは傾斜がついただけで、容量はラテラルレイズの時と同じです。上手によって肘の角度は調節をしてください。さて、この場合には自力でクリーンができましたが、重量が重くてできない場合にはアシスタントに補助してもらい、準備姿勢まで持ってくるようにします。これは肘が内側に曲がっているので大胸筋への刺激が少なくなっていますね。実際にはもっと重い重量が扱えるのでこんなに肘を開きませんが、この場合にはかなり開き、上腕二頭筋も使うカールの運動にも近くなっていますね。こういう中途半端はいけません。
さてこれは丸ですが、今までの良くない点を直すとこうなりますね。胸を張って、特に腕を下げた際に胸が十分に反るようにします。ベンタームズプローターです。末光氏の中上級コースには入っておりませんが、このベンタームズプローオーバーも非常に効果の大きな種目です。胸郭を大きく発達させます。このように普通のベンチよりも高いベンチにクロスして行います。息を吸いながらできる限り下まで下ろし、吐きながら上げます。この時目線はダンベルに置きます。では頭の方から見てみましょう。どうです、背骨の方向に十分に沿っているのがよくお分かりいただけると思いますね。リバースプッシュアップ、これは初級コースで紹介しましたリバースプッシュアップですが、今度は2人がかりですね。 A コースと C コースに組まれている三頭筋の運動です。次は2日目の B コースです。まずは後背の運動で、後背筋の上部によく効くベントオーバーローイングからです。ストラップのかけ方をここでご案内しましょう。後背筋の発達の 80% はこのベントオーバーローイングで完成です。下から上にまっすぐに持ってきます。まず広さを作ることが必要で、次に厚みへと行けばよいわけですね。次はダンベルローイング、バーベルのベントオーバーローイングに対して、このダンベルを使ったダンベルローイングは後背筋の中央部に効果があります。やり方もこのように、ダンベルを持った手と同じ側の足を少し後ろに下げ、引くときに前から後ろへと斜めに持ってきます。さて彼はどうでしょうか。後背筋の伸びがありませんね。こういう人はよく見かけられますが、お互いに気をつけてあげてください。これは前のより良いようですね。よく腕を使って二頭筋で上げている人がいますが、これは後背筋の運動です。このフォームにしても単なる上下運動ではなく、もう少し前方のものを引っかいて自分の方に寄せてくる感じで行えば良いでしょう。ラットマシンプルダウン、これは後背筋の上部および背面の部分に効果があります。握りはベンチの時より一握り広めくらいの感じです。扱う重量が重いと体が浮いてしまうので、何かで体を固定するかアシスタントに押さえてもらいましょう。
末光氏は後ろに引くことも前に引くこともやっていますが、その割合は7対3だそうです。ジムに見学に来たり、初めてラットマシンを扱ってみたりする人にこういうタイプが多いようですね。運動をして筋肉に刺激を与えるというよりも、面白そうな滑車を使った器具があるので動かして遊んでみようといった感じですね。これはいいですね。体を固定して胸を張ってください。腕を十分に伸ばしたら、まず広背筋で引くようにしてから腕の肘を曲げるようにして引っ張り下ろしてきます。特にラットマシンプルダウンは広背筋を使って引いているのだということを動作中絶対に忘れないことですね。バーローイング、これは広背筋の中部、下部、また後ろの部分に効果があります。ストラップを使用しベルトで腰を守ります。扱う重量に応じて足の位置を決めます。重い時には前に、軽めの時には後ろに足を持ってきます。横から見てみましょう。バーローイングでは多少の上下運動はしますが、こんなに大きくなってしまっては話が違ってきますね。これでは広背筋がほとんど効かず、デッドリフトのような腰背筋の運動になってしまいますね。この方がいいですね。重心の関係で重りを下げて広背筋を伸ばす際に、お尻がちょっと後方に移動します。さて、広背筋の仕上げはこのチンニングです。彼の話によりますと、すでにこのチンニングをやる頃には広背筋を十分にトレーニングしているので、ここで重量をつけて行うことはないそうです。また十分に行っている場合にはできないかもしれませんね。次は B コースに組まれている二頭筋の運動のカールです。ストラップを使用します。そして上げるときにうまくチーティングを使います。腕が90度になる位置がつらいのでチーティングで助けますが、あとは二頭筋で上がります。チーティングの使用を誤らないでくださいね。上げるために使うのではなくて、あくまでも二頭筋に効かせるために使うのです。Cコースの始めは肩の種目です。まずはバックプレスから。彼のバックプレスは高重量を扱うことで有名ですが、チーティングをうまく活用させています。後ほど高重量のトレーニングをお目にかけますが、それにしてもすごいですね。普通の人のスクワットの重量ですよ、これは。
次はワンハンドダンベルプレス。バーベルのバックプレスでは手幅が一定に固定されていますので、三角筋の収縮に限界がありますが、ダンベルではその点が補えます。上腕を耳のすぐ脇まで近づけます。ここがミソです。彼はもう一方の手で軽く補助することをよく行います。ダンベルのシャフトの方向を前後に向け、ダンベルのプレートの間に肩が入るようにして可動範囲を大きく取っていますね。さてこちらはどうでしょうか。より重い重量を上げるためには肩の三角筋だけではなく総合的な力が動員されるので、このような形になりやすいのですが、効果的な三角筋のトレーニングということではよくありませんね。このように耳の脇に上腕が来ないといけませんね。次は肩の僧帽筋の運動のショルダーシュラッグです。ここまでの重量になりますととても握力が持ちませんので、やはりストラップをします。呼吸を整えて、なかなか慎重ですね。後ろから前に引き上げる感じですね。でもこうなると迫力が違いますね。さすがです。次はサイドレイズです。ワンハンドでストラップを使用し、チーティングを使います。一見ダンベルを振り回しているかに見えますが、うまくチーティングを使っているのですね。下ろす際にもできるだけ抵抗して保つ気持ちです。このように片方の手で何かにつかまり体を固定すると良いでしょう。これは肩の幅を出すのに効果があります。前のサイドレイズ、このフロントレイズ、この後のベントオーバーサイドレイズと全部をやる必要はありません。自分の目的に合ったものを選べばよいでしょう。さてこのフロントレイズですが、肩の全部を発達させます。この場合もストラップを使用しチーティングを行います。彼は今大腿部をうまく使っています。その大腿部の使い方にご注目ください。これは後部三角筋を鍛えるベントオーバーサイドレイズです。
この弁当バーサイドレイジでは、彼はダンベルの形をうまく使っています。つまり横に上げたダンベルが帰ってくる際に足をダンベルとダンベルの空間に挟むようにしています。足元を注意してご覧ください。これはダンベルが重いためにベントオーバーした体勢のバランスを保つためです。それにしてもなかなか器用ですね。足を怪我しないように注意してくださいね。次はラットマシンプレスダウンです。今度は扱う重量が重たいので自分の体が浮かないようにダンベルに自分の足先をかけています。そしてチーティングを使用して三頭筋に十分に効かせています。Dコースの最初はスクワットです。スクワットについては呼吸と手の握りが違うだけで、あとは初級コースと同じです。ただし使用する重量は上げてくださいよ。足幅は開きすぎないように十分に注意してください。フロントスクワットです。これは足の前から見た厚みよりも横から見た厚みを増すのには効果があります。バーベルの保持は大変ですが、滑らないように、また肩や鎖骨などを痛めないように厚手のタオルなどを敷いても良いでしょう。このレッグプレスは腰に負担が来ないので、スクワットよりかなり重たい重量を扱うことができます。入り込む位置に注意をしてください。足を伸ばした時に垂直に立っていて重りの下に来ていることです。彼のレッグプレスを見てみましょう。マシンの中に深く入りすぎ、足が伸ばした時に斜めになっていますね。これではいけませんね。今度は浅く入っているので、足を伸ばした状態でまた斜めになってしまいましたね。腰が重りの下に来るように入ってください。また足先はかかとの部分で支えるようにしてください。これは両足ですが、マシンを使って安心して行えるのでワンレッグで行ってみてもいいでしょう。
足のトレーニングのメインは何といってもスクワットですが、このレッグエクステンションは足の形を整えるといった感じで行ってください。サイズはあまり望めません。チューブは体が浮かないように固定するために使っています。次はレッグカール、大腿二頭筋の運動です。表側の四頭筋と拮抗する筋肉ですが、膝をマシンの回転の中心に持っていくか近づけることですね。では横から見てみましょう。カールして巻き込んだ時に腰の部分を下にぴったりとつけるようにします。そして胸は反る感じですね。カーフレーズは初級コースと同じですね。足先の開きによって効く部分が違ってくるのは前に説明した通りです。片足で行うこともできます。Dコースの二頭筋はインクラインダンベルカールで鍛えます。インクラインダンベルカールを行うための台を作っています。台の幅は上腕の長さより少し短めが良いでしょう。これは肘を台の外側に出すためです。ストラップを使用しますが、今回の目的は単なる滑り止めの他に、もう一方の手でチーピングをするためにも行われます。最初はまず自力で上がります。そして上がらなくなったら、今度は左手で右手を補助しています。はい、どうもご苦労様でした。これからご紹介しますのは、中上級コースの中には含まれていなかった種目ですが、大変に効果がありますので、中上級者の方は適宜試されると良いでしょうね。これは高いベンチの上でのシットアップですが、上体をベンチの外側に出しますので、腹筋を十分に伸ばすことができます。またこの運動は腹筋だけではなく背筋もよく使います。これはトゥイスティングシットアップです。上がる際に腰のひねりを加えます。そして右肘を左の膝に、左肘を右の膝につけるようにするわけです。
これはトゥイスティングレッグレイズです。足を振り上げる際、腰のひねりを加えるわけですね。トゥイスティングシットアップもトゥイスティングレッグレイズもそれぞれ腹直筋だけではなく外腹斜筋にも効果があり、ウエストの仕上げとしては適しています。これはサイドベンド。立ったままで外腹斜筋を鍛えることができます。背筋を伸ばし、ダンベルを片手に持ちます。前かがみにならないように体側に沿ってダンベルを下に下げたまま引き上げます。そして真横に十分に反ります。彼は腹部に反対側の手を当てて筋肉の反応を確かめています。右手が終わったら左手ですね。今度は横からですが、真横に反ることがポイントですね。右手を頭につけてより右側が反るようにしているのは良いのですが、前に倒れ背中が曲がっていますね。これではいけませんね。これはプローンローリングと言います。体重を足先とバーベルを握っている手にかけます。足幅は安定のため少し広めに肩幅程度、手幅は狭めで広げても肩幅程度とします。腹筋と背筋の運動ですが、腕も使い全身運動です。常に緊張感を忘れずに。時として顔面から落ちることがありますのでお気をつけください。さあ、彼もプローンローリングに挑戦ですが、膝をつけていますね。まあ慣れないうちは彼のように膝をついて行っても良いでしょう。実際の話、ある程度のスポーツ実践者の場合でも末光氏のように腕と足先で支えることのできる人は多くありません。またこれはスティフアームズプローバーの種目の要素もありますね。バーベルを使わない一般用にスリマーという名前で販売されている器具がありますが、原理はこれと同じですね。伸ばしながら息を吸い、戻しながら息を吐きます。普通のカールでも前腕は鍛えられますが、前腕の専門種目はというとこのリストカールということになります。前腕をベンチに固定してダンベルを持った手首をベンチの外に出します。手首を上下させて前腕筋を動かすわけですが、これは両手でバーベルを持って行っても良いでしょう。またリバースグリップでもやってみると前腕を多角的に鍛えることができます。これより首の運動です。まずはネックカールですが、ベンチに寝て首から上を外に出します。首から下を固定させアシスタントに抵抗を加えてもらいます。アシスタントとのコンビネーションが大切ですので、アシスタントには気の合った人を選びましょうね。アシスタントは無理に抑え込んだり間違って首を絞めないように注意をしましょう。さあ今度はサイドです。ベンチに横に寝ますのでちょっと不安定ですが、両手でベンチの角をつかむなりして体を固定させます。要領は前のと同じですが、アシスタントがトレーニングしている人の力を感じてうまくリードしていくことですね。右もやったら左もやってください。最後はリバースのネックカールですね。これは最初の仰向けの姿勢とは反対にうつむきになり、アシスタントに後頭部を押さえてもらいます。
以上が中上級コースです。マッスルトレーニングの種目はたくさんありますが、基本的な種目は限られており、あとはそのバリエーションです。ですから、中上級者といえども、その基本的な種目をメインとしてトレーニングをすべきでしょう。例えば、胸についてはベンチプレス、足についてはスクワット、後背についてはベントオーバーローイングで 80% は完成できるでしょう。各コースとも2つの筋肉群のうち、最初のものは4種目で組んでありますが、セット数は4種目合計で30セットくらいまでにします。逆にそれ以上はできないかもしれませんね。ウォーミングアップは最初の種目、例えば胸ならばベンチプレスの第2、第3セットまでで、次のセットで最高重量に挑戦します。この最高重量のセットは1回でも2、3回でも構いません。次のセットから使用重量は少し落とします。このように最初の種目は3、4セット目にピークを持ってくる山型になります。最初の種目はやっても10セットくらいまででしょう。2種目目、3、4種目目はそれぞれ7セット、5セット、5セットくらいにしますが、山型のピークの位置はもう少し前になります。各筋肉群ともこのようなセット数で目いっぱいやり、インターバルは極力短くします。特に腕の運動、二頭筋と三頭筋については、プレート交換の時間、休みを取る程度にします。きついかもしれませんが、二頭筋と三頭筋に関しては、バーベルを持ったら離さなくらいの気持ちが必要です。腕の運動は15分から20分で十分だとも精密師は言っています。また、これ以上の時間できる場合には、重量が軽いか、インターバルの取り過ぎかのどちらかであるとも言っています。一つの筋肉群が終わって次の部位に移る際には十分に休んで結構です。トレーニングコースの作成にあたっては個人差に応じて工夫してみると良いでしょう。またトレーニング日誌などを書くようにしてデータを取ることも大事です。スランプの時に役に立つと思いますね。最近は新しいトレーニング器具がジムに入り、いろいろな種目ができるようになりましたが、あれもこれもと浮気をしないことですね。会員の中にはせっかく会費を払っているのだから、ジムの中にある器具を全部使わないと気が済まないなどという方もおりますが、まあナンセンスですね。重量が伸びているうちはトレーニングスケジュールの変更はしないことです。末光氏の場合、この10年間ほどトレーニングスケジュールを変えていないそうです。つまりその間着実に伸びているということですね。それでは彼のヘビーウェイトのトレーニングを見てみましょう。このラットマシンプルダウンのウェイトは140キロです。次は 102.5 キロのダンベルローイングです。165キロのバックプレスに挑戦です。さあどうなりますか。気持ちが乗らないので一時中止。さあ今度は気力を充実させて再挑戦です。65キロのバックプレスです。
次はベンチプレスに挑戦です。重量は195キロ。さらに10キロ増やして205キロです。最後は185キロのベントオーバーローイングです。最後にですね、これから始める人、あるいはもう今現在もうやっている人に一言ボディビルのことをこう話していただきたいなと思いますね。まあ、これからやる人っていうのはね、やはりいいコーチについて、そして基本だけを忠実にやるってことですね。他の人が面白い練習やってるからそっちをやるとかね、で飽きちゃってですね、こっちをやる、それはもう絶対もう成功しませんから、もうちゃんと一つ一つピシッとやっていくってことですね。基本をとにかくマスターするってことです。そしてまあある程度いった中級上級の人は目標をはっきり持ってね、で全てにこう気を配って、食事、睡眠、練習と、それも結局はやり方は同じなんですけど、重量はかなり重いの使ってくれないとそれ以上の発達はないってことです。重量負担運動ですからね。あとね、末光さんにとってボディビルっていうのは何なんでしょう？そうですね、夢のようなものですね。
これまでご紹介してきました内容が皆さんの成功へのマッスルトレーニングになることを信じ、皆さんのご健闘をお祈りしたいと思います。